太平洋の海底に突如隆起した謎の超古代遺跡、そこから現れた悪しき翼怪獣ゾイガーが空を恐怖で支配した。レナと共にウルトラマンティガはゾイガーを倒すことができたが、早く基地に戻って、日本にゾイガーが。そんな、だって今出ると思う？私たち、もし滅びることが運命だとしたら。そんな運命なんて、帰ればいい。応答せよ。堀、新庄。海で何かが起こったの？ゾイガーがメトロポリスに襲来。日本だけじゃない、世界の状況を。はい。なんてことだ。TPC アメリカのブルートルネード正体全滅。なんだ、どうした。そんな、ありえない。何が起こったの。この基地に何かが侵入しました。なんだって。大吾、基地を見て。闇が。何が来たというのだ。すぐに刑務局に手配させろ。でも何も破壊されてないし、セキュリティも動作しなかったし、質量反応もないなんて、こんなの変すぎる。どうした。しっかりしろ休み。基地の地下から何かが上がってくる。なんだこれは。基地が闇に閉ざされています。なんだって。何が起きた。そんな、ありえない。うろたえるな、ヤズミ。サブシステムに切り替えます。F4ドックが大変なんだ。ガットオブ。ドックの職員たちはアートデッセに避難して、ハンガーまでアートデッセを引き上げて。はい、はい。
F4 ドックの捜査権こっちにちょうだい。はい。アートデスをハンガー2に引き上げます。下層部の警備班とつないで。こちらシリース D3 ブロックを応答してください。 D3 ブロック。自分が行きます。大吾。はい。あの中に何かいるのか。封じ込めた。リーダー、こいつは物理的な力では止められないようだな。行くぞ。隊長、このままでは基地が。この基地を捨てて逃げ出せというのか。許さん。そんなことを言ってる場合ですか。総監、ご指示を。人命が第一だ。一般職員をアートデスクで避難させるよう指示してくれ。はい。刑務局は残るぞ。この基地をやすやすと明け渡しはしない。わかりませんか、この異様な空気。市内の職員は直ちにアートデスク号に避難してください。アートデスク号に避難してください。皆さん、指示があるまでここを動かないでください。病人の方。なんで止めるんだよ。そんな大気圧の濃度が高まってるんです。外に出たら危険なんです。それがどうしたんだ。行かせろよ。ここにいつまでいるって言うんだよ。ですが指示があるんだよ。皆さん落ち着いて。メールもダメか。ともき。隊長、総監、早く避難をしてください。アートデッセイ、ハンガーに入りました。基地内の避難もほぼ終了します。マキシマオーバードライブを指導してくれ。急がないと発進すらできなくなる。はい。沢井、行け。この基地には俺の心血が注がれてる。こいつは動かなくても船みたいなものだからな。俺は最後まで。バカ野郎。苦労などいつだってできる。生きてればな。本部、渡せよ。本部。お前もええ加減しつこいやっちゃな。あの闇で無線が使えん言うてるやろ。お前なんでそんな落ち着いてられるんだよ。俺たちはな、通信もできなければ浮上もできないんだぞ。そう怒んな新庄。なんでだよ。酸素もそう余裕あらへんね。俺も海嫌いになった。あいつがついに動き出しよった。太平洋上に怪獣出現。これが闇の支配者。暗黒に塗りつぶそう。こいつが、こいつが闇を。
が白黒になりました。何？何これ？交番来たか。隊長、ガッツの隊長として命令します。全員アートデスクに登場してください。以上か。この部屋にいる限り命令に従わねばならん。刑務局にも引き上げを命じよう。行くわよ。大吾、大吾隊員、どうした？僕は一人で行きます。ダメ、先に行ってください。いや、しかし。お願いします。わかった、行こう。最初にウルトラマンをこの目で見た時、私は神に出会えたと思っていた。人類を正しい方向に導いてくれる存在だと。でも違うのよね。それがだんだん分かってきたの。ウルトラマンは光であり、人なのね。隊長。だからあなたは勝ち目のない相手に向かっていく義務なんてないのよ。分かってるでしょ。勝ち目がないなんて分かりませんよ。そうね、私も運命なんて信じないことにしたの。必ず勝って、人として。そんな。基地から救い出すのが仕事だろう。いいわね、必ず勝って、ウルトラマンティガ。大吾！マキシマのパワーチャージを急いでくれ。はい。みんな無事か？格納スペースまで TPC の隊員で溢れてる。まるでノアの箱舟ですね。半月に闇が迫ってます。何？急がないと。イルマ隊長は何をしている？遅くなりました。レナ、急げ。操縦がお前の仕事だ。はい。チャージング敏感 97%、 あと10秒です。隊長も知ってたんですか？力を信じる。え？ティガの力だけじゃなく、私たち自身の力を信じるのよ、レナ。マキシマオーバードライブ、ルチャージ。アートデス星号、発進します。いらんことは言わなくていいぞ、沢井。総監、安全な場所にアートデッセを下ろしてドルファンの救助に向かいます。ありがとう。君にも随分と無理を言ってきたな。ガッツの隊長を引き受けた時に諦めました。
大吾。本当にうまいな。できた。地上波のアナログ回線がまだ生きてました。ゴッドアイズの映像を中継します。ティガだ。無理だ。勝てっこねえよ。ティガー！ティガー！頑張れ！ティガー！頑張れ！ティガThank you.
ラマンティガは光を失って石の姿に戻ってしまった。光を取り戻してくれティガ。このまま人類は超古代のように破滅してしまうのか。